あのいっちゃんにちょっと質問したいことがありまして、はい、<laughs> さっきひなちゃんとんあの島崎優斗と結婚できない理由を聞くっていう動画を撮ってたんだけど、うん、<coughs> ひなちゃんの答えがまず仕事の話を、まあ、ずっと家でしてるんじゃないかと。 <laughs> でまあ正直ひなちゃんは俺とは仕事の現場でしか会わないから結構ずっと俺は仕事のこと考えてるじゃん、まあ、音楽のこと演奏のこと <laughs> 企画のこと、まあ、楽譜のこととかさ。<laughs> っていうのが、えっと、しんどそううっていうは<ー>ああそれについてはどう思いますこれすごい一番大きい理由だったんだけど。 あ私が何どう思ってるかってことそれに対してそうまあそれは事実なのか家でもその仕事のことずっと喋ってるっていうのは事実なのかと、うん、それがきついかどうかっていう事実じゃない <laughs> 結構仕事の話多くないやっぱそっか多いか多いよね仕事話と無駄なうんちく <laughs> <laughs> お前どういうことだようんちくん多いよあ健康タクだからじゃないっていうのもあるし 1>, 1個聞いたらそれに対してなんか10ぐらい返ってくるああ<ー>いやもうそれ聞いてない<れ>お腹いっぱいみたいなそれ別に男の人普通じゃない,なんない,いそんなことないそんなことないそんなことないか、うん、そういう時面倒くさいなと思って <laughs> <laughs> でも別に結婚はできるうん、あんま聞いてないからね、うん、あの必要な情報だけ抜き取っていらないやつは全部流してるあ,あそっかうん みん結構さそういうの乗ってくる時いるやんすごいだから好きな話は乗るよああそういうことか興味ない時の私の目見てごらんもうほとんど目に開いてるだ、ね、いやだから、ね、いや興味なそうだなっていう時は早めに切り上げるもん私多分めっちゃ出てると思うよ興味ない時うんでえ何で、うん、でというのはあでも仕事の話ばっかりって言うけど私も仕事の話好きだなそうだからさっきひなちゃんと意外と市村もそういうの好きなんだよねって話して うん、まあだからいいんじゃないのみたいなうんそうかも、うん、あとはえっとなちゃんが言うには、うん、物欲が俺ないから、うん、その物欲ない人と一緒にこういると自分の物欲が目立っちゃうんじゃないかっていうのとなんか高い洋服とか買ったら激起こされそうっていう <laughs> 私逆かもほう物欲ないから わー私使っちゃえ <laughs> <laughs> じゃあ私が使えるわっつっておでそれに対して怒るんだったら多分自分の欲を抑えるけどイ、うん、とはそこに対してさ<あ>あ<の>別に怒んないよね怒んないしそこまで私そんななんかもうバーンって使わんないじゃない。<ー>なんだ,んだ言って 結構使わないで多分好きだどあ,あ,あそれひなちゃんあたりだわあのたぶんち位先輩もあんまり物欲ない方なんですよって言ってて、うん、そう服とか面倒くさいしあ<ー>あ前にも言ったけどあ,あとなんだっけなもう一個、うん、そのサプライズとかってサプライズじゃない記念日とかをこうそんなに大事にしないっていうか、うん、まあ俺あんま好きじゃないじゃんそれひなちゃんは知っててで例えば 結婚記念日とかあの誕生日とかにひなちゃんはなんかどっか行きたい何かやりたいよろしくっていうタイプになっておお<う>でユーさんはそれ「よろしく」って言われたら「嫌だよめんどくせえよ」っていうタイプじゃないかなっていうあそれはないよよしよかったですだって私結構毎回言ってんじゃん煽おってんじゃん 煽ってる来月私さ結婚記念日で知ってるあと私自分の誕生日をさ手帳が新しくなったらまず書き込むじゃん。俺の手帳に俺の手帳にいっちゃんの誕生日をまず書くっていう。そう私とカンナの誕生日書そう,そう,そう,そう。で書いて。で誕生日のが近づいてくると、うん、なんか私結構どっか行きたいなーとかさ、うん、あれあれ欲しいなーとか言い出すじゃん。 俺としては言い訳というか反論としてはいや意外と俺やってって言われたら企画するよっていう話とかでもね私サプライズしてくれる男性いいなって憧れを持ちつつも実際やられると引くタイプなんだよね俺はサプライズはしないよねうん苦手だからちょうどいいんだよだから何かやってって言われて企画するじゃんそれは合ってるうんそうだね 全部企画多分優斗だと思う私さそうだよねどっか行くのとかねよかった大体んかこういう気分とかこういうとこなんかないとか私結構無ちゃぶり多いじゃんなんか面白い話して確かになんか面白い話してって言われたら俺絶対なんか面白い話するもんで一度も面白くなかったことがないすげえ無ちゃぶりだよねでもどっか行きたいとかさなんかこういうことしたいけど遠いしなとか言っあ大体俺大案言うよねそうで違う違う で、それいいなって。わがまま。<laughs> よかったわ。じゃあ、まあ、大体さっき俺とひねちゃんが話した結論、うん、正解だった。おお<ー>、うん。じゃあ、最後に、えー、島崎優斗と結婚して、こんなはずじゃなかった。こんなはずじゃなかった、うん、そんなことはない。 いやーでも付き合って長いしね。そう長いし、どう、こんなはずじゃなかったと言われれば、あんまないかも。あっ、それでは。でもこんなに掃除できないと思わなかった。掃除 <laughs> なんかこんなになんかそう、あそう、それぐらい。掃除ね。汚いの基準が違いすぎる。ああ<ー>。ぐらい。ああ。え、掃除してないあ <laughs> 全然だよ。ちょっと動画切るか。<laughs> 全然だよ。えー、それでは、本日の主役は、島崎ゆうきさんでした。<laughs> ありがとうございました。おかしいだろ。だろ <laughs> 皆さん、さようなら。さようなら。おかしいし。<laughs>